外されても成功しちゃったもんね。おっと、やったけど、やったきたさあ参ります。オーナー潰しのこの回、さらばオーナー、ありがとうオーナー、君は今日までありがとう。収益見る8億500万円です。8億500万円。オーナーが土下座してもう参りました。ジョンソンっていうまでにあと1億9500万だね。この試合で終わっちゃうんじゃないの、オーナーの人生。いや、オールスターがある。オールスターの祭りがあるかもしれない。この前までは逆転だったよ、逆だったからねオールスターぐらい高くいいじゃんっていうやつはオーナーに来ますね、今回の権利は。最近こいつ調子いいんだよな、このジョンソン。皆さん、オーナー帰ってきたでしょ、そろそろ。もっとさ、バカにしようぜ、こいつを。バントも上手くなっちゃって。まあでもちょっと今バント奇跡的にできたけど、俺この前に昨日と今日合わせて MLB ショーを10時間ぐらいプレイしてるので。ああ、なるほど。感覚が違うかな。オビーやってたんですね。オビコロー、あいつは弱かった。あいつは本当に弱い男や、どこ行っても。オビコローも盗塁王なんですよ今。あ、そうなの。何でもかんでも盗塁やんこの前ですね、あの牽制されてもね、走ってしまうというね、あの奇跡的なものがありました。外された。外されたけどファイヤー。よいしょ。狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど。わーい、佐藤打った。これはホームランだー。じゃない、ナイスバッティー。意外と落ちた。あらあらあら、また得点かよ。また得点かよで済まないよ。もう本当にあのさらばオーナー近くなってますよ。おいおいおい、今ので5000万獲得でしょ。オーナー倒すためには今日2億稼げばいいだけだから、あと1億5000万。そんなやったらこの500万円も大事になってくんな。チャリン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 。今日も貯金箱にね、豚さん貯金箱に500万入れないと。こんな一番出しちゃいらねえよな、こんなの。なんで、なんでなんで、すげえいい一番出しやん。いや、他から考えるともううざくてしょうがない。外されてるように見えますが、はいやー。そうですよね、そういった軌道を投げる。もうツーアウトですね。もうよー、この間までファーストやってた。ちょっとトングさんには負ける気がしないな。正直バント最近はまあ奇跡的にうまくいってるけど、ダメなピッチャーにはずっとダメだからな。そろそろレートの話か。やりやすそうやな。やりやすそうではありますね。この試合はやりやすそうではありますね。相手がバガブーツなんでね、これ。バガブーツ、バガブーツ、バガブーツじゃなかったっけ。バンナツのネタですか。ええ。さあ、まず1球目。やべ、スタートグルト。けどトングーさん、はい。トングーさんがちょっとな、盗塁手放題ナイス。若月さんじゃないんかっていうね。若月だったらね、ろくに走れないからな。外されても成功しちゃったもんね。おっと、やったけど、やったきたー。チャンスをはいやー。やったよこいつ。5000万獲得ありがとう。やっちゃったよこれ。これ本当にさ、三塁牽制っていうのはあんまないけどさ、あったら走れんじゃね。サードベースついてすらいないもんね。牽制っていうのは何も考えてない。おっと、おっと、おっと、あいやー、わーおー、わーおー、ちょっと送球乱れたかったけど、わーおー。ジョンソンがサードランナーよりファースト投げちゃいけませんよ。ていうか今ね、ヒットかい。なかなかないぞこの当たり。うん、これはちょっと送球ミスもあるな。わーおー、わーおー、わーおー。止まらない止まらない、ジョンソン止まれません。あ、クイック F だよ。そうですね。まあ、これはどうだ。おーおーおー、危ねー。これで4打席連続のヒット。またやっちゃった、ヒットがまた。何何何、メモミスった。牽制してもまた走っちゃえばよくね。走ってきた。これは完璧だろうね、クイック F だ。シャイ、盗塁成功、ありがとうございます。これ吉川さんいなければね、3投またできたのね。あー、吉川さん走ってね、行くよ行くよ行くよ、早く行け行け。走塁指示。あら、岡本さん久しぶり。さっき岡本さんが出番するまでもなく得点しちゃってるからね。そうだね、ジョンソンを潰せなくて岡本さんの顔色も良くなさそう。危ない。おお、アウトアウトアウト。帰るか。ボールを拾って、おお、やめた。これさ、一回戻った瞬間にもう一回戻ってさ、あのホームに帰るとかできないので、サードに返したら多分。ちょっと難しい、何言ってるか分かんない、何言ってるか分かんない。こう戻りました、サードに投げさせます。でもそこからまた走ります。ホームスチール警戒やな。ちゃんとあの右バッターのさ、あの後ろ膝元をしてんねん。喋ってる最中に何してんねん。パラパラパラ、噛みついたら離さねえぜ。パラ、そうなの。そうだよ。そうなの。そうだよ。そうなの。そうだよ。
サメの人形発売してるの、はい、あ、そういうこと、うん、いや、ちょっとそういうセリフさ、うちの企画であったからさパクってんのかなと思ったけど。さらばオーナー、あ、ジュークマイナスジュークマイナスジューク、やれよ男だろ、男だから打ってあげよう、男だからな、やれよ。さらばオーナー、ふぅ、ホームラン行ったるで。さらばオーナー、あれ、これはどうだ、取った、あ、よかったね、5000万ですんでち、ランナーいなかったか、ホームラン打たれてるんだから、なるほど、やべ、セーフィーバントも警戒したいですね。ピッチャー取ってくれた、あーあ、止まんねえよこいつ。ワンアウトランナー一塁となりました。止まらない男たちよ、この打一回ホームラン打っちゃったから流れ変わってんね、流れ変わってるね、ホームラン打ってから多分全然あのマイナスになんなくなる、ねえ、マイナスあったところだよね、危な、今のは盗塁成功か、あ、成功っていうか、盗塁しててよかったか、よかったね、三投しようぜ。あ、なんかさ、足の負担やばそうじゃないこいつ絶対いつかグキってくるよ、ストレートご利用しですね。今日は終わりか、あー今日もたくさん稼いだ稼いだ、楽しかったな、数個前の動画見直せうーん、5打席違う、6打席5安打で2500万、バババ、2投が4つで4000万ですね、はい、で3投が1個で5000万ですね、はい、得点が3つで1億5000万ですね、はい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 、でアウト1個でマイナス5000万、2億1500万円です。オーナーオーナー10億いっちゃったこれまだ結論は出てないからね、暫定連邦の結論まで言ってないからね、今日まだね、あと2試合ぐらいありますんで、なんだろうな、相手のピッチャーがすごい優遇してくれてる気がする、優遇トング、なんかもうどうぞバントしてっていう球しか投げてこない、あの今のあのイチローさんのツイッターみたいな感じやな、注目ですよね、いいバッティングピッチャーにはなれるよ君って言ってね、あ、そうなの、え、やってないのまさかあれ、あ、ツイートしてくださいってやつ、そう、君はどの球を投げるみたいなやつでしょ、あ、ベットしました、打ち上げてしまいました、これはさすがに、サードが取る、アウト、いやー、セーフかと思った、トングさん本当に盗塁しやすいキャッチャーだな、パリーグだからちょっともう、もう会えないけど、吉川さんが走ればねバントしやすいんですが、おっと、これは、これはどうか、あらららららら、まあ2アウトだったのが良かったね、おっと1億マイナスですよ今ので、何億だってカモンカモン、いやー、なんかウルシャラさん、いい球投げるな、直球ですね、バントしてほしくなさそうな球投げる、もうみんな分かってきたんじゃない、 あいつはやっぱストレート投げときは大丈夫やみたいな、おバントしました、止まれ、わあ、戦場だわ、ジョンソン、これが今日の初ヒット、でまた盗塁すんのかい、そういう男かよお前、勝ってんのに盗塁するとか、打ちました、あ、やった、取った、デレーン、5000万マイナス、打順はトップに帰ってジョンソン、まあバファローズとしては、うん、ホームランっても意味ないね、これは普通にバントするべきか、高めを投げてきますね、バントしづらい球、うん、いい球投げますね、これはやってしまいましたね、いやでもいい球ですわ、危ない危ない、クイック F でしたが盗塁できません、そして今1億5000万借金です、この試合チャキンチャキンチャキン、1億5000万もあります、今日はなぜか後続打ってくれません、ああベンチ戻るよベンチ、これベンチ戻っちゃってさ、アウトって確実で分かっててさ、コースアウト、これも5000万入りますか、はい、入るんじゃない、ジョンソン自身がアウトになってんだから、ジョンソン、レッドボールの、じゃあ守備妨害も入りますね、なるほど、セーフティーバント、おらら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 らストレートだけど送球がミスっちゃうね、さあ三投できるかできないか問題やな、もう、あー早いね、あーいい当たりだ、タッチアップか、おい落とした、どうしたどうした、え、なんでな、ボーヘッドやでこれ、ほら怒られた、マイナス5000万でいいか、三投するんやで、あーピッチャー変わっちゃった、あれ吉田さんってなんかクイック悪かったよな、さっきいたよね、早いな投げんの、何したんねー、セーフじゃね、いやセーフじゃね、ドルートリプルプレーだートリプルプレートリプルプレーいくな、トリプルプレーいくな、10億でいいか、何興奮してんの、何興奮してんの、トリプルプレーで、何興奮してんの、どうしたどうした、トリプルプレーだもん、幻、何百億でいいか、いやあのセカンドは多分セーフです、楽しい楽しい、お給料タイム、ヒットが3本1500万、二等が1個で1000万円で2500万、アウトが4つでマイナス2億マイナス1億7500万円です、あれさっきの儲かり分岐終わりましたよ、ぶっ飛んだ
まあ、逆にさっきのがあったからマイナスにならなかったっていうのもある。さあ、ゾウゾウになりましたよ。ゾウゾウマリン。まあ、オーナーとまだね、遊んでいたいという気持ちでね、温情ですよ、さっきのアウトは。ちょっと暴走気味だったんですが。温情、温情。今日はこのヒゲの方でございます。ぴょんぴょん飛んでますね。その日の出来ですよ。その日のピッチャーの出来を判断するべきって言ってました、あのキャッチャーの人。あー、ちょっとやばいな。いや、勢いが。おバント、ね、握り直し、よくないよ。こいつがね、先頭出してランナー出てしまうともう厄介極まりない。ああ、またもうピッチャーがね、怒る声が聞こえる。絶対ね、全球団のピッチャーはお前のこと嫌い。間違いない、キャッチャーも嫌いだと思う。おーと、盗塁はないぞ。おーっと、そのまま大原から走ってる。井上さんもう諦めとる。諦めとるよ。まあ倒産としたのが得意はあるけどね、まあ、ここはやっぱジョンソンらしく、ね、オーバーランしてたもんね。もうあれセカンドに投げればよかったのに。投げる振りだったら一発でアウトだったね。お、さすがに。まあこれ成功したことねえかんな。内野フライで成功したことないんだよ。ホーム突入がね。ホーム突入発動はないね。普通にセーフはあるけど。普通にセーフはね。マナーでも普通にセーフはないやろうな。そうですね。ゴー。おつ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 お疲れでーす。ダブル元さんがさあ、岡本坂本って意味ね、やらかしましたね。さあ、ノーアウトランナーなし、強みです。ジョンソンの強みでございます。これホームラン打ったらね、こう100万円くれるって言うんですからね。確かにそうやってだけ聞くとなんかすごい美味しく感じるな。ここでホームラン打ったら500万円なボーナス強すぎ。でも打たなかったら5000万円な、怖すぎ。ノーアウトランナー一塁です。ヒットは息呼吸するようなもん。不思議とね、盗塁の失敗が下がってるんだよね。20回失敗してるんだけど、それがね、ここ20盗塁ぐらいはあんまりかさ増しされてない。なるほどね。なんでか知らない。心の余裕？確かに気持ちじゃないのかな。気持ちのメンタル面だと思う、これは。これ、牽制も怖くないだろ。牽制は怖いよ。いや、これもう動いたらゴーすればよくね。いやー、そう動く前に入力してるからな。あでも早くなりすぎてさ、で牽制されても、おお大丈夫、足壊れちゃうよ、入っちゃったよ。いやいや、今さら走っても遅い。今さら走っても遅い。ホームラン入っちゃうか。あれ伸びたね。嬉しがってるけども、お前お金入ってないよ。あれ入っちゃうか。え、この球場ってあれだ、カフェテラスないよね。え、これからカフェテラスができたんだよね、ロッテって。あ、そうなんです。最新はこれ2019、2020ですか。だいぶ近くなったな。あらま、これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。乗せちゃう。常にノリノリなんだよな。え、ちょっとさ、足動いたらさ、ゴーシムって絶対セーフやろこいつ。いや、牽制されても絶対ゴー。これ間に合うやろ。責任取ってくれんの、その前の癖はなしでいいの。いや、ダメだけど。じゃあやんないよ。いや、でもちょっと検証、普通に普通だわ。普通だわ。いや、間に合うと思うんだよね。間に合うと思うなら、もしミスっても補填してあげるようでいいじゃないですか。それはダメだろ。じゃあダメですよ。いや、可能性はゼロじゃない。可能性が低いっていうところは、ゼロじゃないって、これがワンナーツの名言なんだ。だからなんだよ。補填しろよ。なんで、とりあえずよろしくお願いします。責任を取るってことは、自分が痛い目に遭うものだ。本当だよ、痛い目見ろよ、ちゃんと。なんで俺だけ金の皿を割ったんだな。金の皿で買う。金の皿を買って。名言だけ言うなよ、ちょっとつじつま合わせろや。これ、ワンナーツのネタなんで、皆さん見てください。あと、得点しましたね。いや、マジいけると思うんだよね。いいじゃん、1回だけは。これじゃあ、これ仮に検査アウトでも、カウントなしでって。いや、それダメだろ。なんでよ、そんなのダメだろ。実験してる、これあれか、実験したいだけしたいじゃなくて、ただの佐々木戦術だよ。お願い。いや、でも、いや、お願い。でも、得点1個取ったし、5000万だしさ、今疲れてるさ、動いたらゴーシミ。やです。ゴー！戦術には騙されません。いや、いけたって、これ。絶対いけるって。佐々木戦術には騙されません。絶対いけるって。キャッチャー送球して。はい、盗塁。早いな、投げるの。また打ったよ、この人。丸さんの打つ頻度も高いしな。今日も3安打猛打賞。そんなジョンソンみたいに簡単に言わないで。丸さんは強いわ。走るんじゃない？走った。ゴー！うわー！ありがとうございます。丸さんが強い。ホームスチール成功。あ、マーク、あれ？今2投マークしたっけな。してない。まずは盗塁と言いました、私は。ホームラン打て。フックF。そして一塁ランナーセーフティーバント。いやー、握り直して、あ、オッケーオッケー。一塁へ送ります。これで5打席連続のヒット。5打数5安打。ほっほっほー。
い。また打ってしまうのか、マルルルル。ジョンソンに感化されてんじゃね。なんかたくさんヒット打ってるし、俺も打たなきゃ。いや、ちょっと、ね、感化されてるのにバントはしないの。感化されたらバントやろ。おお、怖い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 。いや、これもまたプラスではないだろうか。だってアウトないんだもん。大きくプラス。大きくプラスですね。本当決まってるな。というかもうちったんじゃねえの。ジョンソン選手、今日は10億円計もらったそうですが、どうですか。これで勝負が決まったかもしれませんね。何の勝負ですか。人生をかけた勝負です。言っちゃえよ、晒せよ。お願いします。ヒットが5本2500万円、ありがとうございます。2投が3つ3000万円、ありがとうございます。得点1個5000万円、はい、ありがとうございます。ホームスチール1個1億、2億500万、プラスプラス。あらあら、今の暫定年俸教えてもらっていいですか。今の暫定年俸ちょっと待ってね。ジョンソンの暫定年俸10億5000万円です。ホタルの光、歌い続けて。さらもしもし、オーナーですか。オーナーですか。あれ、え、行方不明。もう君はドバイからラクダを盗んで返せない。10億は無理。逃げました。ジョンソンのザゼレポン10億5000万円です。闇金に、闇金牛島くんに電話しなきゃ。闇金当たれば、あ、当たれば闇金やればいいんだ。